大会マイ FC、 今回は特別編ということは聞いてるんですよ。いや、ちょっと待ってください。いや、なんでテンション高いかも分からないし、私なんでここにいるかも分からないんです。分かります？なんかいつもと違うから、なんか嫌な予感しかしない、嫌な予感がする。いつもと違うよね、ここは。どこですか？海です。はい、私たちの いつもやってる種目は何ですか？サッカー。そうです、はい、ということで今日は海でサッカー。ちょっと待って。ということはですね、はい、実はですね、うん、今ねちょっとマイ FC の、練習場で、マイ FC の選手に教えてもらうトレーニングできてないでしょ？はい、できてないです。そう、それは仕方がないこと、うん、だからこの機会に岩ちゃんが来たるべきマイ FC の選手とトレーニングするためのトレーニングを、修行を積んでおこうということです。あー、やっぱそういう感じか。そうです。だって絶対砂浜じゃん。はい、これ絶対ダッシュとかもう私がだ、まあ、まだメニューのことはやめてよ。まだヘロヘロになることしか想定できないで、考えただけで目いっちゃうからやめて、まだ。はいはい、だからということで、うん、今日はですね、この砂浜から我々2人はお送りします。はい、題して一体感マイ FC 特別編、砂浜での修行。そのまんま、まんま。まあ頑張りますか。さあ、まずはですね、ウォーミングアップします。はい、見てください、岩ちゃん、これなんかボールに囲まれました、うん、ボールに囲まれたあなたは鳥かごだ。鳥かごに囲まれた鳥だ。さあ行くよ。まずは、はい、まっちゃんが、僕が今から、はい、うん、岩ちゃんに指示を出します。はい、前って言ったら前のポールに走って立ち、はい、ですぐに今いる元の場所に戻ってくる、はい、次右って言ったらサイドステップで右に立ち、はい、はい、で真ん中戻って、次まっちゃんが左って言ったらサイドステップで立ち、はい、で後ろって言ったらバックステップですね、正面、そう、そのまま向いておいて見ながら立ち、で戻る。これをまっちゃんの声で反応して動いてください。はい、いける？頑張ります。 OK、 じゃあ早速いくよ。はい、位置について、よーい、あっ、後ろ、ちょっと待って、はい、すぐ戻る、前、はい、戻る、右、はい、はい、まだ戻る、左、はい、前、まだ終わんない、はい、戻る、右、右、はい、戻る、前、前、戻る、左、左、足が戻る、取られる、後ろ、後ろ、はい、戻る、後ろ、後ろ、戻る、後ろ、はい、後ろ、ちょっと待って、戻る、はい、左、左、戻る、足パンパン、左、左、はい、戻る、左、もう一回、戻る、足戻る、左が好きです。また、はい、左が大好きです。でも父さんの方がもっと好きです。 OK、 お疲れ。あ、足痛いよ。足パンパン。どうですか？いや、なんか多分普通に地上で、地上、うん、はい、コンクリートとかでやっても疲れると思うんですけど、足埋まるんですよ。全然動かない。こんだけで足が、うん、もう、え、これウォーミングアップです？はい、序の口ってやつです。砂浜でやるメリットは、はい、今みたいに足が埋まることでいつもより負荷がかかるんですね、うんうん、ということはキャンプ前とか、あのシーズン前のキャンプとか、選手がウォーミングアップとか鍛える時のよくやるトレーニングです、砂浜でっていうのは。だから追い込みたい時によくやるトレーニングは砂浜トレーニング。わお、はい、あ、じゃあ私も選手の一員のような感じで、今本当選手っぽかった。おお、うん、ちょっとテンション上がりました。おお、頑張れ、あなたも。選手と一緒、選手と一緒。
はい、じゃあトレーニング一つ目からいきます。今ウォーミングアップ終わりました、はい、ウォーミングアップの流れこのままね、はい、前後ろ横、うん、やったね、はい、それを次ボール使うよ、はい、ボールを使っていわゆる基礎練習をします。はい、普通はこうやってそのまま、はい、はい、そうそう、うまいうまいうまい、はい、そういう感じですよね。これが普通の基礎練習、はい、でも今回は砂浜の上でやります。まっちゃんがさっき言った後ろ右左って口で言うので、それに反応した後ここのまっちゃんの前まで来て基礎練習します。はあ、さっきの続きだ。さっきの続きのボールバージョンです。へー、 OK？ OK です。やってみましょう。選手っぽいよ。よし頑張る。今のあんた選手っぽいよ。私選手です。頑張ります。乗ってきました。はい、さあ行くよ。はい、よーい、後ろ。はいはい、来て。そう、技術、うまい、右、はい、もっと早く、はい、技術練習も、はい、うまい、左、はい、あ、はい、その中にこっちに来て、はい、後ろ後ろ後ろ前来て、そう、左、はい、そのまま右、そのまま左、ちょっと待って、そしてはい基礎練習、はい、うわうまい、後ろ、はい、前来て後ろ、前来て後ろが好きです。そしてOK。 足が